はい、どうも、私でございます。本日もキャプテン翼のいないキャプテン翼4やっていきたいと思います。今回がフォワードの火力は相当なものだが、それに対してディフェンスは貧弱と言っていいだろう。フォワードの火力はそんなにすごいんですか。すごいね。確かに結局4番がザルってのと、そうっすね、高いっすね。マルケス君もすごいで、あれ、アレサンドリか。で、キーパーはまあ、60か。どうっすかね。まあ、さっきの試合は、正直、補正で勝ったようなもんですから、いきますか。よし、行こう、行こうぜみんな。オスカー君、どんな感じですかね。相手のレベルが15の選手が何人かいたんで、全体的に強そうなんですよね。あとは浮き玉は多分もうキャッチとかパンチで弾けないと思うんで、地面に置いてる、打ってくるシュートをどう弾けるか問題だと思うんで、5番がやばいんですよね。5番がやばかったはずなんで、ちょっとザキ石くんで早めに細連バスター打っときますか。いやこうなったらこうよ、さすがに。それはこうなったらこうよ、あなた。63か。まあ、トラップしてキーパーと1対1、とりあえず 1回目はアンパイでいきますか。ヘンテス君、55、50、そうっすね、1点目はがっつり欲しいんでエンベロブシュートいきましょうか。大丈夫だと思うけど、よし、とりあえず1点ですね、これで。いや、分かんないですけどね、ポストとカバーリングが入る可能性があるんで、絶対入るとは言えないですけど、OK。まあ、挨拶代わりっす、名刺代わりにね、一発入れておきましたわ。相手が、ボタフォゴの頃、がどんな攻めしてくる？フィオリオくんね。さっしゅうと打てる人はいないと思ってるんで、さっきのフラメンゴみたいに、なんかもう持って即マッハシュートとか、そんなことはないとは思ってんで、取れないか。シャン、おっしゃい、いいオスカー賞。5番の方、そうね、ネルソンズのキッサーノに5番がついてるんですよね。でもまぁちょっと早めにネルソンズのキッサーに渡して、頭脳的なドリブルで突っ込みますか。いけるかな？どう？ 57、あー無理だ！無理っす！やっぱ無理、リームーですわ。やっぱこうなってますわ、うまく。やっぱうまいこと、リームーなってるわ。ですよね。あー、じゃあさっきの言って、やっぱ相当ラッキーだったんですね。5番を回避して攻めないと無理ですね。ニルソン君。めちゃくちゃこれ！めちゃくちゃ！これキャッチ無理だと思うんで、パンチングでも怪しいと思ってるぐらいなんで、バヤッサ、あーし、いやー、もう競り合いだったら絶対勝てないんだよ、これずるいんすよ。
全然人いない。いやでもこれ弾くしかないっすね。キャッチできると思えないですから。バヤッサン！ナイスです。おー、ご褒美ラインやないですか、完全な。完全なるご褒美ライン。これ、キーパーはそんなに相手強くないんで。で、みんな上がれして、サイドを駆け上がって、で、ネルソンズのキッスさんが、これフリーなんで、ネルソンズのキッスさんにパスして、で、キーパーと1対1まで持ち込みますか。得意の、カラオケ屋さんに持ち込み、カラオケ店に持ち込み、ジャンカラに持ち込みっすわ、これ。ジャンカラ持ち込み。ジャンカラに持ち込むことこそ頭脳的ですからね。節約よ。倹約ですよ。倹約家なんで。えい。2-0っすわ、これで。どうですか、これ。翼くんがいたら、どうなるのって言いたく、突っ込みたくなるレベルだと思うんですよ。翼くんがいなくても意外とできるもんですね。いやもうほんとネルソンくんのおかげですよ、これ。こうなってんの。ネルソンとニルソンか。ややこいっすね。で、敵のエフェクトはだいたい立花正夫和夫エフェクトというね。で、ネルソンとニルソンね。ここら辺手抜きっすよね、さすがに。ネルソンとニルソンは。能力は高いんすかね。いや、低いっすね。これ取れるんじゃないですか。びっくりしてるけど、そらそうやろ。びっくりした顔してるけど、そらそうよ。こりゃ5番、ネルソンズのキッスさんの方行きたいんですけど、カルペント君か。レベルが高いので3、4人いるんで、それとカットやったらもう無理して取られますね、さすがに。誰がレベル高くて誰がそうでもないかわからないですよね。5番にだけ気をつければいいしかわからないです。能力が40代と60代がいるんで全然違うんですよね。ニルソン君はこれは大したことないですね。取れるんじゃないですか。チームの強弱よ。どこら辺に出してどうなるかわかんないですけど、ちょっと攻めたパスで。マルケスくん。マルケスくんは5番か。この壁が厚いんですよね。マルケスの壁が。まだおるからね。ニルソンはそうでもない。これキャッチします。ニルソンくんはそんな能力が高くないんで、キャッチできるんでキャッチします。あと相手の能力見てますから。バヤさんの壁を越えれないで。お、しかもザキ石くんまで。バヤさん分かっとるわー。4番、5番から離れやなんとでもなるから。これいきます、コソレンバスター。これコソレンバスター行きましょう。4番はそうでもないんでね。キーパーもそんなにだから入ると思うんですけどね。よし。バカな！危ねえ！これ3-0っすね。いや、いけるでいけるで。最近もうずっと試合勝ってますからね。勝ちゲーに恵まれてるとかそういうレベルじゃないんで。キーパーが強いし、キーパーとフォワードさえ、なんとかね、なんとでもなるなっていうのを気づいたんでね。ほんと、バヤさんじゃなかったらもう無理っすね、これ。だから日本代表の、もうだったら日本代表の試合に戻ってくると思うんですけど、森崎くんで大丈夫かって不安しかないですよね。
ネルソンズ、ネルソンズ、ネルソンズ。ネルソンズの岸さん。かわせないですからね、多分。ネルソンズの岸さんでも。5番の人は。マテウス君でしたっけ？かわせないんでね。来るな、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 来るな。マルケスは無理ですよね。マリケスどころか、その、そもそもが無理じゃん。あれ、ネルソンズの岸さんじゃねえや。まあまあまあいいよ、弾いただ。ネルソンズの岸さんに渡したつもりだったんですけど。能力低っと思って。ああ、ダメか。いや、点取られたくないっすね。3-0 で折り返したいっすわ。ニルソンくん。またやらかしおったな、こやつ。ニルソンくんは確か、能力はそんな高くなかったっすよね。だったらバヤさんにキャッチします。バヤさん！すごくないっすか、バヤさん。え、何してんの、バヤさん、これ。どこに投げてんの、そして。どこに投げてるよ。マジで。あー、ドリブルか。わしゃーないっすわ。オスカーくん、届かないっすね。おーっとって言われたもんね。ニルソンくん。意地でもニルソンくんなんですね。ニルソンくん、能力が低い。なんでニルソンくんにこだわるんすか。無理よ、何回打っても。バヤさんの壁越えれないって。超えれん、絶対超えれんすわ。テスタくん。チャンテス。まあまあ、オッケーですね。多分相手の能力も高いんですけど、ニルソンくん一択で攻めてくるみたいなんで、だから別に負ける要素がないっすね、そもそも。ニルソンくん一遍で来てくれるんで。むしろありがたいぐらいですから。無理してディフェンスもしなくてもいいかなぐらいまで思ってますよ。ニルソンくんが打ってくるんだから、ニルソンくんのシュートキャッチすればいいんですからね。それ打たせりゃいいんですよ。キーパーキャッチどころか、それ以前の問題ですね。ちょっと嫌な予感しかしないけど。嫌な予感しかしないけど。危ねえ。カルペントくん、おし。ワンツーしときゃとりあえずなんとかなるからね。どっち行きますかね。岸さんで行くか、そうね、ザキ石くんでまず、一発かましときますか。5番が怖いんで。5番がエビゾウさんばりの睨み利かしてきてるから、もうペナルティエリア内に貼ったらいつものコソレンバスター打ちます。あー、どうですかね。こっちが空いてるからこっちにパスしましょうか。これ戦略的ですね。実際のサッカーっぽいっすよ。ザキ石くんでディフェンスを引きつけて、フリーの選手にパスして決めてもらうという。戦略的サッカーですね、完全に。で、頭脳的なドリブル。まさに頭脳的サッカーっすわ、これは。これは頭脳的サッカー。まあ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 。弾いたの押し込みはいいんで。5番さえ避けりゃいいんすよね。わあ、5番を避けたいけど、5番がど真ん中にいるから、無理っすよね、これ。無理だと思うんすけど、一応攻めてみますか。無理だと思いますよ。コーナーキック補正にちょっとかけよう。はあ。コーナーキック補正、これ。
ズバルドくん、ニルソンくんね。なんでこんなにニルソンくんにこだわってんのかが僕の中で全くわかんないんですけど、そんな生まないでこの子。ほらシュートは決まらん、ボールは取られるよ。まあエースなんすよね。無理だよねこれ。勝負かけてみましょうか。無理だと思うんすけど、カルペンとかこれ無理かですよね。もう一人ニルソンくんね。おい、カルペント君はどうだ、わからんぞこいつの能力が。わからんし、ボール取ったから高いと見てパンチングでいきますか。バヤさん、おし、これもおっしゃい。珍しいことが起こったぜ。このまま調子乗ってみんな上がりますか。調子乗ったれ。よしよしよし、ネルソンズの岸さんがドフリーっすわこれ。センタリング、これ頭脳的なドリブルでいいっすよね。エンテス君は頭脳的ドリブルで、あばっ、これやめろ。ういあぶねえ。もうこうなって結局入んないと、エフェクト入れなくていいと思うけどね。そういうわけはいかないんすか。一応決まるんやったら、カルペント君、ザキーシ君、くアレサンドリ君、誰が、もうニルソン君以外は能力が高いか分かんないですよね。あ、高いっすね。アレサンドリ君。アレサンドリ君を軸に攻められたら結構困るんですけどね。普通に。50内とかですよね。キャッチでいい。これ止まるんじゃないですか、そもそも。あー、これもキャッチでいいっすね。弱まってるし。バヤさん、来ないっすか、バヤさん。しまったー、ちょっと調子乗ったわ。えい、ナイス。まさかこうなるとは思ってなかったっす。みんな上がれ、みんな上がらして、右、あ、バカな、あ、こんな遠くてワンツーできんすね。怪しいですよね。今完全に調子乗りましたわ。ニルソンくん、ニルソン君に渡った時の安心感、これ多い日も安心ですわ。ニルソン君、ニルソン君が打ってくれる限り負けはないっすね。取る、完璧よ。ただでさえ止めるのに取るが入ったから。どういくかなぁ。
か、賞いきますか。オズバルド、無理や !70 って絶対取られた、これ。オズバルドも強いやつっすね。チャン自由。ネルソンクーネほっといてもいいですけどね。動いていかない。勝手に転んでくれるから。アレサンドリくん。アレサンドリくんはちょっとやばいっすかね。弾きますか。おい。ジョンバンニくん。センタリングニルソンくん、さすがにこれはちょっときついかもしんないですね。浮き玉はいくらニルソンくんのシュートとはいえ、バヤさん、あし、バヤさん鉄壁すぎますけど、バヤさんの鉄壁具合はやべえ。みんな上がれ。とりあえず一回ここ経由して、オッケー。いやー、リーグ戦も佳境っすよ。お、翼、お前の成長ぶりとくと見せてもらうぞ。誰バスコダガマか。あは、バスコダガマも強いっすよね。数名レベルアップした。マモラさんはあ、はあははあ、はい。ということで、最後出てきた、お前の成長を見せてもらうぞっていうのは誰かちょっとわからないですね。なんかちょっと片桐さんっぽいんですけど、ダオなんですかね、誰かちょっとわかりませんが。また次もキャプテン翼のいないつ、キャプテン翼4頑張っていきますので、次の動画を見てくれたら嬉しいです。それでは失礼します。バイバイ。